とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日もタワーで2ついいものが出るまでやめられません。やっていきます。最近は3時間弱ぐらいで終わるようになってます。早い時は、まあ2時間かからないぐらいだけどね。今日はどれぐらいで終わるんでしょうか。行ってみよう。で、昨日ぐらいから、タワーのね、8階が、なんか変わってるんだよね。おそらくこのショートカットの対策だろうと思うんだけど、これ6階から行けるから別にね、そんな意味はないんだけど、もしかすると、あとタワー1週間あるんで、6階も修正されるのかな？あと14階か。どうでしょう。まあ、今のまんまで、行かせてもらえればすごく嬉しいんですけどね。まあ、とりあえず今日も2ついいものが出るまでやめられません。スタート。一発目なんでしょうかね。どうだ。お、あ、いや、ダメだダメだダメだ。痛みもダイナモも入ってないんで火力があんまり出ないと思います。微妙やね。回復手段も吸血、リフレッシュなんで、ちょっといまいちかな。ダイナモはついてるけど、ダメ。全部ダメだ。よし、じゃあ、頑張りましょう！ 2 周目。おい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 、ノーマルばっかじゃないか。コメントでもあったんだよね。なんか、シーズンを追うごとに、しょぼくなってきてるみたいな。確かにね、ノーマルは出やすい気はするんだよね。いや、よくないね。次どうだ。おーおー、いや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 、クールダウンについるけどビーネストノーマルだ。でも横にバブルバースターあるぞ。いやー、このエンチャは欲しかったな。シナジーついてるし、クールダウン。いや、これよかったわ。バブルバースターどうだ。ダメかな。バブルバースターのさ、いや、微妙だ。バブルバースター元が強いからダイナモつけても意味ないわ。ダメだな。いや、このビーネストのエンチャは惜しかったな。これが、そうね。他のユニークの防具だったら超当たりだったんだけどね。惜しい。次。ダメだな。これは問題なし。どうだ。いや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 、おいおいおい。ダメだ。ダイナモはついてんだけどね。いや、全部ダメ。次。そろそろ1個目が欲しいところだけど、もうダメだな。よくない。まあまあ、いらんな。一応ダイナモが両方ともついてるんで、誕生終焉しときましょうか。多分売るけどね。来い。さっきとあんまり変わんない気がするんだけど。クールダウンなし。もともと弱い。全然ダメだ。なんだこれ、もう今日やばいな。またまた誕生と終焉。もう全然今日来ない。お願い、そろそろ。まあ谷の小玉があるな。どうだ。バーストボーストリングはあるんだけども惜しい。おーいなぜノーマルにクールダウンがつく。ウィザーがある、ウィザーがある。来い。もうなんでだ。そろそろ頼む。いや、夜の棒か。ワンチャンあるな。いや、ダメだ。ああ、一番左にね、一番左にクールダウンショットがついてれば最高だったんだけどな。ダメだ、次。あ、うん。もう、きつい。そろそろ1個目来てよ。頼む。ダメか。いや、今日本当に出ない。今日は出ないぞ。今日はやばい。微妙だな。いやいやいや、全然ダメ。妥協しない。トゥルバドゥールか。どう？ああ、一応クールダウンついた。いや、良くないな。一応ついたから、これで、一つ目勘弁してもらっていいですかね。トゥルバドゥール、いまいちだけども。まあまあ、一応、もう3時間ぐらい経ってるよ。3時間経っちゃった。一つ目ゲット。二つ目、一発で来い。うわ、ひどいな。ひどい。いや、まあまあ。ハイランド。ダメか。2つ目はもうすぐ来てちょうだい。頼むよ。2つ目はすぐ来て。いやー、まあ B ハイブワンチャンあるぞ。おお、よくない？雪玉はまあまあ1か。まあ1でもまあないよりはマシだ。うん。で8が出るとあいつらタンクとなってね、結構守ってくれるんだ。でクールダウンでしょ。でシナジー、雷フォーカスも毒フォーカスもついてる。いいんじゃない？これはまずまずだと思うよ。35% 軽減もこれついてるやつだし。 OK、 2つ目は結構早めに来たね。よかったー、よかったー。1回目が全然出なかったからさ、心配だった。 B ハイブアーマーゲットです。はい、ということで今日もですね、2ついいものが出るまでやめられません。やってみました。途中でちょっとね、心折れるかと思ったんだけども、まあ1回目3時間ちょっとで出て、その後はもうすぐにポンポンと出ちゃいました。よかった。本当にこれ日またぐなと思ったんだけどね、よかったです。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。